さん、こんにちは。作家の土井豊です。作家土井豊チャンネル、今回から新たに司馬遼太郎飛ぶが如くを読むというシリーズを始めます。始めますと言いましたが、実は昨年、一度試しにですね、やってみておりました。ちょっと一回だけやって、その後中断してしまったんですけれども、それを昨年一回目のやつをプレ講座と位置づけて新たに始めようと思って開始しました。で、そのきっかけがですね、ここに置きましたけれども、もう一昨年になるんですが、この本、司馬遼太郎飛ぶが如く読解、西郷隆盛という巨像というこの本をですね、私が、関西学院大学出版会から上司いたしまして、でこの本で論じた司馬遼太郎の飛ぶが如くの内容を YouTube 講座でレクチャーしようということで、昨年一度始めてみたわけです。で、今回は改めて、これが司馬遼太郎飛ぶが如くの文春文庫版の第一巻ですけれども、この飛ぶが如くの内容を使って、どちらかというとですね、私がこの司馬遼太郎飛ぶが如く読解で論じました、司馬遼太郎の描いた明治初年から10年西南戦争までの日本のありさまと、令和になってしまいましたけれども、この現代日本の現状といいますか、そういうものが150年経ってもあんまり変わってないなという、そういうことを、いくつか例を挙げながらお話ししていこうと思っているわけです。さて、それで司馬遼太郎の飛ぶが如くというのは、大河ドラマで飛ぶが如くというのがありましたし、また、これはもう、2年前になりますか、セゴドンが大河ドラマで、西郷隆盛の一代記をやっていたわけです。で、司馬遼太郎の飛ぶが如くという小説自体はですね、西郷隆盛の一代記というよりは明治、維新後の西郷が、いかにですね、明治10年西南戦争で滅びるに至るかという、その明治初めの頃の日本の群像を描き出して、大変長い、文庫本で10巻にも及ぶんですが、そういう小説にまとめたものです。で、もちろん、主役というかですね、当然主役級に、西郷が主役として描かれているわけですけれども、この川出書房の図説をちょっとお借りしますとですね、西郷隆盛、この、最も有名な、清曽根の肖像画ですね。で、この、西郷がこの飛ぶが如くの主人公であることは間違いありませんが、もう一人主役の人物として、こちら、大久保利通、これも主役になります。で、さらに、維新の三傑と言われる、もう一人西郷大久保に次いでですね、維新の三傑の3人目、長州の木戸孝允、
幕末は桂小五郎と名乗っていました。この木戸孝允も本当は維新の三傑ということで言えば小説の中で主役の扱いを受けていいわけなんですが、面白いことにですね、司馬太郎は、まあ、この木戸孝允、桂小五郎をどうもですね好まないようで、ちょっと西郷と大久保に対してかなり、ランクの落ちる扱いをしています。でその理由なんかも、まあ、この私の本では詳しく論じましたけれども、まあ、私個人の好みで言うとですね、木戸孝允は大変、幕末の志士の中でもつまり桂小五郎の時代からですね、で明治維新後、まあ、維新の三傑と言われた西郷大久保木戸の中で、木戸孝允はかなり高く評価しています。だからですね、この徳川如くを読みながら司馬太郎が木戸孝允をすごくまあ、口先だけのね人みたいな扱い方をするので、すごくちょっと腹が立つんですが、まあ、そこはやはり司馬太郎の独特の人物感があるわけです。で具体的にはですね、この徳川如く第1巻で、前回というか、まあ、昨年プレ講座でやりましたのは、この小説の最初いきなり登場するのが、警視庁、東京警視庁を作った、川路、利義、この薩摩出身のですね、西郷隆盛に引き立てられて、日本の新しい警察制度を作る、人物である川路利義、まあ、これ実は利義とのよいという漢字をですね、長と昔は読んだので、川路利長とこの徳川如くの中では呼ばれておりますが、この川路が最初に、登場して、まあ、第一章はこの徳川如くの第一章はそのいわゆる岩倉使節団、それがですね欧州を、まあ、視察して回る中で、この川路は警察制度を作るために、パリの警察をじっくりとですね視察する、その場面が非常に詳しく描かれておりました。で小説としてはですね、また例によって司馬太郎らしくですね、寄り道を行ったり来たり、いろんな話をいろんな話に脱線をしながらどんどん、ストーリーがどんどん進むというよりは、脇道へ寄ることが多いんですけれども、川路利長が帰国しまして、そしてパリで研究した警察制度の報告を、まあ、自分の上司である、司法卿、司法省を作ったですね司法卿の、江藤新平に、報告する、その場面が次にやってまいります。で、この江藤新平司法卿ですが、この人はこの幕末から明治維新にかけて、表舞台には出てきませんでした。で、明治維新後、佐賀藩がですね、まあ、人材として送り込んだ中の一人がこの江藤新平で、でこの江藤新平は非常にこう頭脳明晰、理知的なそういう人物 でこの人はもう本当に法律を司る、司法卿をやるにもうぴったりの人物だったんですけれども、この人が、まあ、結局遅れて明治政府に参加して、その中で自分の仕事をやろうとしますので、断るごとに、薩摩の、偉い人たちや長州の偉い人たちと、まあ、衝突するんですよね。でこの江藤新平が明治政府で作ろうとしている司法省、これが、まあ、日本の、まあ、近代日本のその法律を一から
作ってるわけなんですが、その江藤の法律というのは基本的には、フランスのナポレオン法をもとにそれを日本語に翻訳して適用していくような、まあ、そういう作り方を最初はしていたようです。で、この江藤新平が川路利長に警察制度を調査してこいということでパリへ送り出して、そしてまあ帰ってきたのでその報告を聞くわけです。ところが川路が調べてきたその警察というのは、つまり国のまあ仕組みとして三権分立があるんですけれども、まあ要するにフランス共和国のその三権分立の仕組み、大統領があって、そしてまあ要するに行政ですね、行政のその内務省というのがありまして、そして議会があって、で一方にその司法の裁判所があるわけですよね。でこの三権分立の中でいうと、江藤新平が今作っている司法省というのはまあ裁判所を司るわけです。ところがこの三権分立の仕組みでは、警察というのは行政の内務省に属するんですよね。でそういう仕組みだということを川路が調べてきて報告すると、江藤新平はちょっと渋い顔をするわけです。なぜかというと、江藤新平はこの司法省を作って法律を盾に、薩摩長州の、現在のその、まあ、現在のというか、まあ、明治、初年頃のですね、日本のいわゆる太政官といわれるね、その今でいうところの内閣があるわけですけれども、その太政官で、権力を掌握しようとしている薩摩の大久保利通、これがまあ江藤新平にとってのライバルなわけです。で大久保利通が内務省を管轄しようとしているので、江藤新平としては警察を自分の手に握っておきたかったんですね。ところが川路がパリで研究してきたところによると、警察というのは内務省の管轄だと。でこれはあの江藤新平にとって大変都合の悪い話で、江藤は川路にですね、その報告書は俺が預かっとくというんですね。でそうすると川路はですね、カチンときて、いやいや、あのこの報告書は大久保利通にも見せると言って、まあちょっと喧嘩別れみたいになっちゃうんですよね。まあ、話 の, あの先を急ぐと、江藤新平は、まあ、その後佐賀の乱に巻き込まれて、死んでしまうわけですけれども、川路利長は、結局のところ大久保利通の下で、つまり内務省の管轄の警察を作っていくことになります。でこの一番小説の最初からですね、登場しているこの川路利長というこの薩摩の、下級武士は、この小説の中でずっとですね、明治6年の政変を経て西郷隆盛がですね、九州へ鹿児島へ下野してしまう、帰ってしまう後、西南戦争に至るまでずっとですね、この小説の、まあ、一種の狂言回し的にひょこひょこ顔を出すことになります。ということで、この小説飛ぶがごとくはですね、小説としてはあの西郷と大久保のその伝記的小説というよりは、むしろ明治6年の政変、いわゆる政官論争で、西郷が九州へ下野する、でその後薩摩、元薩摩士族たちがですね、鹿児島士学校というのを設立し、そして西郷を擁して、西郷を担いでですね、西南戦争に至る、この日本の明治最初の10年、まあ10年というよりはもうほぼ4年
ぐらいなんですけれども、その間の主だった人物たちの群像劇だと思って読むと良いわけです。まあ、ですからストーリーがですね、まっすぐにこう進んでいかなくって、あっちへ寄り道こっちへ寄り道しますのでですね、だから読んでる人は途中でなんかわけが分かんなくなってですね、挫折してしまう人がどうも多いようなんですけれども、飛ぶが如くのこの小説は、実のところは、まあ、群像劇ですので、いろんな登場人物の のそれぞれの、生き様を、まあ、あっちへ寄り道こっちへ寄り道しながら辿っていくという、まあ、そういう風に読むと良いのではないでしょうか。でそこでですね、この飛ぶが如くで、最も重要なキーパーソンのような人の一人がですね、この黒田清隆という人なんですね。でこの黒田清隆は薩摩藩士、薩摩氏族の一人で、戊辰戦争の時に大変、まあ、活躍しまして、でその後、北海道開拓長官というのをやります。でこの黒田清隆も、結局のところその西郷の引き立てで、明治政府の、まあ、そういうポストに重要なポストに就くわけですけれども、後にこの黒田清隆は西南戦争では西郷を討伐する側、政府軍側に、もちろんおりまして、でまあ自分の恩人である西郷を追い詰めていく、そういう皮肉な役回りになるわけですが、でこの小説の中でこの黒田清隆のキーパーソンだというのは実はですね、非常に重大な結果を招く引き金をね引いてしまう、そういう役どころなんですね。でこれまあ先回りして言っておきますと、黒田清隆この人大変な酒乱でですね、酔っ払うとちょっと理性が吹っ飛んじゃって、やたらと乱暴なことをする。でまあこれが西南戦争後のことですけれども、黒田清隆が酔っ払ってですね暴れた挙句自分の奥さんをですね切り殺してしまうという、そういう大変な事件を起こすんですね。でその黒田清隆の奥さんが死んだということを、これは新政府の明治政府のスキャンダルに当然なるところなんですけれども、それをですね、西郷隆盛亡き後、大久保利通がその権力を掌握しておりますが、政府の要人が自分の奥さんを酔っ払って切り殺したというのはいくらなんでもねちょっとひどすぎるので、これを隠すんですね。でその隠すその手伝いをしたのが先ほどの川路利長、警視庁の一番偉い人ですね、というかまあ警視庁を作った人ですけれども、でその黒田清隆夫人殺害事件のその真相を闇に葬った大久保と川路で、それやっぱりその噂がですねどうしても流れますので、けしからんということで、まあもともといろんな不平士族たち、まあその新政府のやり方に不平不満を持つ、元の士族たちがあっちこっちで反乱を起こして、まあその最大のものが西南戦争であったわけですけれども、その不平不満のある、士族がこの黒田清隆の奥さん殺害を隠蔽した、これはけしからんという、そういうことも理由の一つとして、大久保利通暗殺につながっていくと。まあそんなわけでですね、この小説の中で、案外その触れられることが少ないんですけれども、この薩摩氏族黒田清隆が、最終的に大久保利通暗殺 の引き金になってしまったという、そういうこと、
でここで非常にこう思い当たるところがあるんですけれども、その政府の要人の起こした事件で、それがスキャンダルになって政権が揺らぐので、揺らぐことを恐れてそれを隠蔽する、まあこれがですね、明治10年頃の日本の、まあ、政府のやってることなんですけれども、まあこういうのはですね、もう本当にその現代日本の政治、今のですね安倍政権で行われていると噂されるさまざまな疑惑、まあ首相自ら疑惑の対象になっておりますけれども、でその疑惑が持ち上がると、その官僚たちがですねそれを隠蔽し証拠を破棄してしまったりするわけですよね。こういうその現代今の日本の政治のありようっていうのが、まあ明治10年頃この司馬太郎の飛ぶが如くに描かれた明治の政府とやってることは一緒だなというふうにこう読みながらついつい思ってしまうわけです。まあそういう黒田清隆のことも後々詳しくお知らせしたいと思うんですが、その黒田清隆のこのまあスキャンダルを隠そうとする川路としなが、この人はですね、まあ先ほどお話ししましたように、もともとは司法省の役人で、つまり法律を司る、三権分立でいうところの司法権ですよね、そちらの側の人間だったんですよね。でそれで、司法卿江藤新平に命じられて、パリまで警察制度を調べに行ったわけなんですが、結局のところ江藤新平が佐賀の乱で、まあ、いわば大久保、まあ、政敵である、つまり政府の中での敵であるライバルの大久保利通の罠に引っかかるようにして、捕まって、まあ、死刑になっちゃうんですけれども、その江藤新平がやろうとした司法省、つまり、三権分立の一つですよね、そちらの司法権の側の人間として川路がもし警察を、まあ警察というかその司法の側に立っていたとすれば、まあもっとですね、明治政府の例えば、そういうスキャンダルを隠蔽するような良くない体質をなんとかできたのかもしれないなと思っているんですね。で、つまり江藤新平は非常に正義感の強い人物だったので、司法省を設立した後、まあ明治政府の中のそのいわゆる薩長伐ですね、薩摩出身の政治家と長州出身の政治家、それがまあいわば明治政府を牛耳っていたわけですけれども、それら、にわかに出世した明治政府の高官たちが、さまざまなですねスキャンダルを引き起こしているんですが、それをいちいちこう調査して、摘発しようとしたのが、まあ、江藤新平だから非常に恨みを買っていたというのはあると思いますね。でそういうわけなので、江藤新平がもし生きておれば、まあ、大久保利通がですねその黒田清隆をかばって、奥さんの殺害の事実を隠蔽しようとしたこともですね、やっぱり江藤新平が暴いたでしょうし、そういう、行政の側を司法がチェックする機能というのが、まあ、当時の明治10年頃の、まあ、明治の太政官政府には欠けていたと
いうことでしょうし、まあそれが翻って、150年後の我々の現代日本の政府にもやっぱり欠けているんじゃないのかなというふうに思うわけです。まあそのようなわけで、この飛ぶが如く話をですね、次回引き続き、続けていこうと思います。まあ何しろ群像劇ですので、いろんな面白い人物が登場してきますので、その司馬遼太郎がさまざまに描き分けた明治初め頃のその群像、まあ楽しみにお読みください。まあ長いんですけどね、全10巻ありますけれども、1巻ずつゆっくり読み進めていくと、まあ最後は西南戦争が終わって、大久保利通が暗殺されというふうに、こう一つの時代が終わりを告げるという、そういう結末になっていきます。でそれでは、月1回やる予定ですので、また来月この続きをお楽しみに。でまたそのもしご興味がありましたら、この司馬遼太郎飛ぶが如く読解、西郷隆盛という巨像、関西学院大学出版会から発売中です。ぜひお読みください。それでは皆さん、また来月、さようなら。